カンナ。カンナ、カンナ、カナは木工用の工具の一種で、種として材木の表面を削って加工する目的で使われる。一般に大ガンナを指す。日本では古代から中世には建築部材の表面仕上げを行うために、金、長菜や槍ガンナ、槍ガンナなどが使われてきた。実際に発見された国内最古の槍ガンナは、 石川県小松市の妖怪地,地方遺跡から2017年に出土した弥生時代の製品である。ヤリンガンナ、ヤリンガンナは棒の先に柳の葉のような形の葉をつけた道具。中国その他の交易路に悪い字のものは見られなかったが、妖怪地,地方遺跡で発見された出土品は日本で鉄器生産が始まる前に使われていたため、石川県埋蔵文化財センターは中国で、 作られたと、定めしている。なお、この時代の槍ガンナは、現在よく知られる槍ガンナと違い場が短く、現在の、ものと使用法が異なっていた可能性はある。近世近代以降の大ガンナの普及などによって、槍ガンナは、文献や絵画に残るのみでその製法、技法は久しく失われていたが、西岡常一らが、文献、発掘品、当時の柱の削り跡など様々な資料を調査。 分析し、20世紀の終わり頃に復元することに成功した。中国では、カンナの文字が、唐の時代から使われ始めるが、これは、現在の大ガンナではなくムカで、ムカで、五孔カンナこのことで、スクレーパーが複数枚並んだヤスリのような道具である。大ガンナの起源は明確ではないが、AD79 年に噴火で渦漏れたポンペイから、 世界最古の大ガンナが出土している。また、世界各地でカンナの台頭がないような日本の押しカンナのような形のウェッジダズが発見されている。日本のカンナは写真のように使用者が手前に引く際に木材が削れるようになっているが、ヨーロッパ、中国のものは逆に押した時に削れるようになっているものが多い。 ただし、日本でカンナを引くように統一されたのは、江戸時代中頃のことであり、室町時代に中国から大ガンナが入ってきた当初は押して、使っていたことが、当時の絵図などから判明している。現在では、建築用には、電動式で、構造も全く異なる。回転陣で切削する、備え付け式、または、下半式の電動ガンナが多用されている。下半式の電動ガンナはべて押して、 用いるように設計されている。電動でないものは、主に最終仕上げや複雑な曲線の加工用に使われるが、日本にのみ電動式で手動ガンナ同様の固定陣で、切削する調仕上げガンナと言われるものがある。通常は、材木の表面を平滑にするために使われるが、材木に溝を作るなど特殊な目的用のガンナも存在する。大ガンナは四角形の木製の台。 カンナ台の中に葉を組み込んだカンナである。明治時代以降、日本では、角のような葉が二枚ある二枚ガンナが、ヨーロッパのカンナから導入され、現在では、こちらの方が主流である。二枚の葉打ち、下側の葉を、カンナミ、カンナジンと言い,い、上側の葉を、裏金という。カンナミは、カンナ台に斜めに取り付けられており、葉のついている側はわずかにカンナ台から下側に出ており、 この部分で木材を売る、その反対側の部分は、カンナ台から上側に出ている、その上端の部分を、塔という。また、カンナ台のうち、刃が組み込まれている、側の端を、対等、反対側の端を、大尻と言い,い、加工材と接する部分を、カタンという。カンナミを出すには、カンナミの塔、刃の反対側の部分を叩いて出し、反対に引っ込めるには対等。 刃の取り付けられている側のカンナ大先端を叩いて調整する。台には主に白菓子、赤菓子が用いられる。日本の大工仕事では大ガンナの使い方一つで腕前の良し悪しが判断されることがある。名人級になると千分の三ミリメートルの薄さに削ることもできる。ただし実際はカンナに求められる技量は薄削り以外にも多岐にわたるので、 薄削りの名人が腕のいい職人であるとは限らない。このカンナの分類上の名称は平ガンナであるが、実際はそのように呼ばれることはほとんどなく、単にカンナと呼ばれる。カンナには二枚人と一枚人のカンナがあり、二枚人のカンナは坂目を止めるために、明治時代に西洋ガンナから移入され、関東大震災後の急激な材木需要により、 粗悪な木材を加工する必要性から普及した技術である。一枚陣で坂目を止めるために歯口を調整するのは極めて高度な技術が要求されるが、二枚陣では簡単に坂目を止めることが可能である。一寸四分から二寸までの幅のカンナが主で、寸八、一寸八分のカンナが最も汎用性があるとされている。また仕上げの段階に応じて、 嵐子ガンナ、嵐上げガンナ、嵐子ズン四寸六まで、中子子ガンナ、中子上げカンナ、中子子、ズン八が多い、上子子ガンナ、仕上げガンナ、上子子の三種類がある。通常より台が長く、よりまっすぐに削れるように作られている。少し短めの中体ガンナもある。長大カンナは、板の側面などを直角に削る際、 すり台というジ具と合わせて使われることも多い。その場合、カンナ台の側面を常に修正する必要があるので、すり台カンナといって、側面を厚く作ることがある。また、木口台、止め台といったジ具で材料を特定の角度に削る際にも、定規面が広くなるため用いられることがある。丸太や沿った凹面や突面を削るのに用いられる、カンナで、 工作物それぞれの曲線に対応するために、作業者自ら古いカンナ台を利用して自作することが多い。カンナ台に対して、縦と横方向いずれかの二次曲面が削れる止まる、内丸と三次曲面用の四方端があり、内丸四方半は存在しない。このカンナは材料とカンナ台の設置面積が少なく、台の減りが極めて早いため、刃口に 真鍮等の金属を用いることも多い。さらに、ソリダイとサイカンナの機能を合わせ持ったカンナも存在する。面の内側を削ったりするためのカンナで、刃が左側面、右側面どちらか一方についており、材側の仕上げを重視するため、サイ部分の刃を尖らせて加工材に先に切れ込むようになっている。それぞれに代償がある。定規付けのものもある。 面の内側を削るカンナで、主に、アリ溝、アリさんの側面を調整するためのに用いられる。歯が、左側面、右側面どちらか一方についている。鋭角の溝の側面を仕上げるために、小刀のような先が尖ったカンナミが用いられる。面の内側を削ったり、小口台と併用、または、単体で小口を削るためのカンナで、歯が、左側面。 右側面どちらか一方についている。キワガンナと似ているが普通の大ガンナと似た葉を車に仕込んでいるところに違いがあり、葉の傾斜が逆になっていて、サイが最後に切れる様になっている。このカンナ一丁で、平ガンナ、サイカンナ右、左、脇取り右、左の五つのカンナの機能を持つ。しかし実際は、平ガンナとして用いられることは、ほとんどない。主にカンナだよ。 調整、台を直すする、小鉋で、葉は台に対して、ほぼ直角に仕込んである。その他けや黒炭といった、普通のカンナでは加工しにくい素材のカンナ掛けにも、用いられる。敷居やカモイのタグの王の底面を仕上げるカンナで、面の内側などの仕上げ削り作業にも使える。一般には、破金7分を多く使うが、5分から1寸2分くらいの、幅ものもある。 一般的な底取りガンナは、カンナくずがカンナ台側面から排出されるように作られているが、大阪サクリカンナは、カンナくずが普通のカンナ同様上面から排出される。際の仕上げを重視する場合は、カンナミの前方にクシジンといわれる、毛引人を追加し、材に毛引を行いながら切削する場合もある。溝の側面を仕上げるカンナで底取りガンナと合わせて使われる。 刃が左側面、右側面どちらか一方についており、それぞれに大小がある。細い溝を作るためのカンナで、側面定規を使う。溝の幅に応じて1分から3分以までがよく、用いられる。糸面から大きな面までガイドによって正確に取れるカンナで、45度の角度で面取りする自由角、面取りガンナが一般的であるが、止まる面、内丸面、 基調面、平ら基調面、坊主面、印南面、自由猿面、剣先面、ごま柄面、入れ子面、肩紐面など、面の種類に応じたカンナを揃えなければならないカンナで、使用者自ら刃を面の形に加工したり、複数の刃を用いて複雑な面を取るカンナを自作することもある。組子や、障子の3等を数本まとめて同じ厚みに削るためのカンナで、 ひらがんなの下葉の両側に取り外し可能な定規をつけることと材料の浮き上がり防止のために、歯口前方にバネで加工材を押さえつける機構学。立具類いの隣り合う枠にそれぞれ凹凸をつけ、隙間なく閉じた時に風雨を防ぐ機能を立具に持たせるためのカンナである。凹面を削るカンナ、えぎ用と、凸面を削るカンナ、おぎ用と、二つが一組になっているカンナで、 定規が付属する。小木用の刃には、2枚の刃を並べて仕込んだものもあり、また、凹凸の形には、台形や半丸などいくつかの形がある。キワガンナの刃先と、刃先部の台を丸くした形のカンナで、木材表面に、長蛇では釣ったような模様をつけるためのカンナである。主にストーの製品の曲線を仕上げるための小ガンナで、カンナ左右に突き出た棒を持って操作する。 また必要に応じて使用者が自作するとこが多いカンナでもある。このカンナも台のヘリが極めて早いため、歯口に真鍮等の金属を用いることも多い。西洋ガンナと同じく押して用いるカンナで、カンナミが対等ギリギリもしくは対等前端部についていることが特徴であり、普通のカンナでは加工不可能な引き出しの内側隅の加工等に用いられる。 アラい矢が多用することで知られる。底取り隅突貫矢なども存在する。片木や倒木を加工するために用いられるカンナで、葉の後面が上面を向くように台に仕込まれており、切削角が六十度以上ある。立管矢より大胆に片木を削ることが可能である。また立カンナの葉を逆に入れた、返し陣立管矢も存在する。この形式の管は刃裏の先端まで、 大の背中馴染みが接触しているため、切削時の刃先の振動が抑えられ刃先に負担が、かかる肩にや倒木を、通常の仕込みのカンナに比べて、綺麗に削ることができる。三味線職人が多用することで知られている。ひらがナなと同じ構造で、刃幅3寸から5寸程度のものが多い。中には1尺ほどのものもある。葉の幅が広いためカンナ枕や、 削りムラのない仕上げが可能なカンナである。ただしこのカンナは調整や研ぎに普通のカンナ以上の技術が要求される。箱根寄せ木在庫において寄せ木のスライスにも用いられる。主に石膏ボードの大きさを調整する側合わせという作業や面を取ったりするためのカンナでネジを使った従来のカンナとは全く違う刃の固定方法が用いられていることが多く、さらに カッターナイフの刃を流用できる構造のものが多い。主にメラミン樹脂でできたデコラ、スミトモベイクライトの登録商標でもあり、通称でもあるという化粧版の端部を面取りするためのカンナで、非常に硬く均質な材質を削るために HSS の刃、下刃のステンで座り、一枚陣という特徴を持つものが多い。従来のカンナの刃先だけを交換できるように作られているカンナで、 剣磨の手間を省くことができる。替え刃は使い捨てまたは再剣磨可能な製品もある。鋼材は様々である。洗い屋だけが用いるカンナで、台がなく、カンナミとそれに直接つながった持ち手だけのような、スクレーパーのような構造である。うまく使えば、カンナのような切削が可能。組子を作るための専用のカンナで、ゴマガラガンナ、アサノハガンナ、花型組子ガンナ、 キレカンナーーの種類がある。普通のカンナとの一番の違いは、カンナミが彫刻刀の三角刀のように屈折していることである。刃の角度が組子の折り曲げる部分の角度として再現されるため、刃の研ぎや調整が難しいカンナである。主に西洋で用いられるカンナで、押して用いることと、加担が対刀から大尻まで完全な平面に調整されることが、 特徴のカンナである。近年ではそれに加え、中鉄製のカンナ台と、ネジによるカンナミやグ口の調整等ができるような機構や、ハンドルなどを持つものを指すことが多い。さらに、日本のカンナとは逆に進行方向から見て、グ口がカンナの台の前方に位置していることが多い。世界最古の大ガンナは、ポンペイから出土し、全中鉄製の台を持つカンナは1960年代半ばに、アメリカで、 レオナルド・ベイリーによって発明された。主に英語圏の国では、ベイリーパターンのカンナが、ヨーロッパ地域では、古典的は、木製のカンナが広く用いられている。大きく分けて、日本のカンナと同じように、カンナミの葉の孔面を下に向けてカンナ台に仕込むベンチ、プレーンと、上に向けて仕込むブロック、プレーンとがあり、前者は、アレシコから仕上げ、長台などに相当する。 後者は前者に比べ仕込み勾配が寝ていることが多く、裏金がない一枚刃であるが、歯口を調整する機構がある場合、坂目は止めることができる。ブロックとは、肉切り用の木口を用いた、ブッチャーブロックのことであり、その、まな板表面の木口の繊維を潰すことなく削り取ることができる。また、後面が上を向くため、刃先稼働を使用者が寒波を、 研磨することで材質に合わせて25度から60度くらいまで自由に変化させることができ、汎用作業に向く。また西洋ガンナは、紅葉樹の型木を加工することが多いことから、切削角が大きいものが多く、ベンチプレーンは45度から55度ブロックプレーンは32度から50度のものが多い。切れ人格は、カンナの種類に関かかわらず25度をプライマリーベベルとし、 研ぎを楽にするために、刃先端だけに30度程度のマイクロベベルで刃をつけることが多い。かつて裏は完全な平面に研磨されていたが、近年は研磨の省力化のために刃裏先端だけ一度未満のバックベベルをつけて研磨することが主流となっており、砥石と鉋奈美の間に定規を挟むことから、その研磨術のことをルーラートリックという。日本に全くない種類のンナとして、 スクレーピングプレーンと、それにクシジン、グラウンドブレードと呼ばれる形式のカンナミなどが挙げられる。スクレーピングプレーンはをカンナ台に仕込んだもので、立眼ナと似ているが刃先に意図的にバーニシャーで作ったバリを使って切削するカンナで、後期を楽に削れ、かなり複雑なキメでも逆目が起きない。ルータープレーンは、電動工具のルーターを元になったカンナで、木に正確な。 深さの溝やへこみをつけることが可能なカンナである。クシじは材料の大まかな平面を出すときや、高めの板の荒らし上げ時に用いられる。グラウンドブレードは、刃先角度が90度のカンナミで、切削角は100度以上となりスクレーパーのような働きをする。これらすべての溶岩ナには、車がそれぞれの機能や大きさに振り分けた番号がついており、 他者もそれに従った分類を行っている。中国のカンナは押して用いることと、日本のカンナと似た台に刃が仕込まれているが、進行方向から見て、カンナミの後方左右に持ち手となる棒が装着されていることが特徴のカンナであり、西洋の木製カンナと同じようにカンナミを木製のくさびで固定して使用していることが多い。また、朝鮮半島や、 東南アジア地域の国々はそれに準じた構造と使用法のカンナを用いている。これらのカンナは現在の日本ではほとんど使われることがない。押し使いように作られているカンナではあるが、実際の使用時には押して用いることもあれば、引いて用いることもある。電動モーターを動力源とした電動式のカンナである。回転陣を備えた。 下半式の製品と備え付け式の工作機械に分かれ、工作機械はさらに固定陣の上で材料を動力で移動させ切削する調子上げカンナ、回転陣の上で材料を移動させて切削するカンナ版に分類される。工作機械には材料の2から4面を一度に切削できる機械も存在する。回転陣は刃先のみを使い捨て、または 再研磨のために交換できるものが多く、その刃幅は1 0 0、mm、トルから6 0 0、mm、トル程度と様々である。下半式の電気管内は平らな台を持つ製品と反り台の製品があり、必ず機械を押し出して切削するように設計されている。回転陣で切削するため材料表面は波のような形に切削される。そのため完全な平面が必要とされる加工には、 電気カンナでの切削後サンドペーパーやカンナ、調子上げカンナでの二次加工が必要となる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。